ブレント・マイケル・クツレは、カリフォルニア州、ファウンテンバレー出身のアメリカ人ミュージシャン、多楽器奏者、作詞家、レコーディングプロデューサー、映画音楽家。彼は、ポップロックバンド、ワンリパブリックのメンバーの一人。ワンリパブリックのリードボーカル、ライアン・テダーと同じように、ブレントもまた、ビヨンセ、マッチボックス・ゥエンティ、エディー・ゴールディング、コブラスター・シップ、レオナ・ルイス。 ケリー・クラークソン、アイランド、バーミアー、オーガスティン、ディス・アラー、モナーク、ベナス・イン・ファーズ、ジェシカ・ドブソン、ケビン・マックスなど、音楽業界におけるアンダーグラウンドから、メインストリームにわたり活躍する、様々なミュージシャンと共に作詞、演奏をしてきた。ブレントは2017年からジャッキー・レスリーと結婚している。彼はインサン・ビー・アレン小学校へ通い、 13歳の時には、カリフォルニア州ウェストミンスターに位置するサラ・マクガービン、学校に入学した。彼はまた、ウェストミンスターにあるラキンタ高校、リバーサイドのカリフォルニア・バプテスト大学、コスタメサのヴァンガード大学にも行った。くつれは、教会のオルガン奏者で、ピアノ講師であった母親、ピアニストで1984年の、 ロサンゼルス夏季オリンピックのオープニングセレモニーにおける84名のピアニストのうちの一人であった父親と共に幼い頃からピアノを弾き始めた。チェロにおける競争はバイオリンよりもはるかに少ないものであったため、クツレは父親にそれを二つ目の楽器として取りかかるよう勧められた。クツレはクラシックの教養を受けた作曲家である。クツレは ジェシカ・アルバが主演を務める2008年の映画ザアイで特別出演を果たした。彼はオープニングシーンでオーケストラのメンバーとしてチェロを弾いて登場した。また彼の弾くチェロは2006年に公開された同盟のインディペンデント映画におけるタイトルトラックソングスライクレインでも弾くことができる。二千十四年、くつれはいくつの楽器を演奏することができるのかと聞かれ、彼は 大学時代にできたほど多くはないが、ほんのわずかってところだよと答えた。くつれは、活動家のフレーザーカーショーを主演として起用した2016年の国際的映画ビハインドザ・ウォーターのサウンドトラックを財付した。くつれは、バンドの元ベーシストがソロのキャリアを追うために脱退した後、2007年の早期にワンリパブリックに加わった。彼は、 小学4年生の頃からチェロを演奏しており、自身にチェロを演奏することを許さないバンドでは決して演奏することはないとコメントしている。くつれは、ロックバンドのためにディレイ、リバーブ、ループエフェクトを使用してチェロのサウンドを変えてきた。彼は、ワンリパブリックのデビューアルバムドリーミングアウトラウド、o u 内の前編を通して繰り返される特徴的なチェロのサウンドがベースとなったトラックである。 オールフォールダウンで有名となった。チェロとベースを演奏することに加え、くつれは、同バンドメンバーのザック・フィルキンス、フロントマンであるライアンテダーと共に、バンドのために作詞、作曲を行っている。バンドのセカンドアルバムウェイキングアップにおける、リードシングルオールザ、ライトムーブス、シングルのグッドライフなどを含む多くの曲は彼らの、サードアルバムネイティブのシングル、 フィールアゲイン・イフ・アイ・ルーズ・マイセルフなどと同様にくつれも作し作曲に関わっている。コンサートでは彼がベース、チェロ、ピアノ、ギター、パーカッションなどを演奏し、また同バンドメンバーのザック・フィルキンス、エディ・フィッシャー、ドリュー・ブラウン、ブライアン・ウィレットなどと共にバックグラウンドボーカルを行う姿を見ることができる。ありがとうございます。